なんで財務省は二枚舌で国債は破綻しないから個人向け国債買ってくれと言いながら国債が破綻するかもしれないから財政出動はできないってね言うのかこの謎がね解けましたよ麻生財務大臣のせいではなかったまあでも麻生財務大臣もね悪いですけどもやっぱり根本から悪いのはこの人竹中平蔵だお前が悪いよ今日ね竹中平蔵の「平イチャンネル」ってやつでね言ってましたね あの、セミナリーでは、サムネイルでもあったと思うんですけども、あの、円建ての借金はどれだけ増やしても大丈夫って聞いてるんですよ。まずね、竹中さんは、国債を借金とまた言い張ってますよね。国債は国債であって、借金ではないでしょね。で、プライマリーバランスの、なんですかね、黒字化これも、小泉政権時代から進めてきたって言ってました。確かにね、小泉さんの時は、 なんか予算が90兆円切ったとか言ってからね、なんか絶賛してましたけども、逆だろうと。GDP どん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 増やさないといけないときに、公務員を切ったりとかね、非正規を量産したりとか、まさに GDP が減ること減ること減ることばっかりしてるじゃないですか。で、これ GDP が600兆それから1000兆ほんと行かないといけないのに、なんですかね、公文書を偽造してまで GDP を 持ってみせるところまでで来ちゃゃったわけじゃないですかこれね全部ね竹中さんが悪かったね今回の竹中平蔵の「平チャンネル」これね竹中さんがね私が悪くございましたって言ってるのと一緒ですよでも悪びれることなく自分は正しいんだって言いますよねでまさにね国債をたくさん発行したらあの財政について責任をね国が持たないじゃないかって評価を受けるとか言ってますけどもあのね無限に出せなんて言ってないわけですよ誰も誰もね いつもここでね、論理のすり替えをするんですよ。緊縮財政派は。あの、適正な、適正なインフレ率。だから、ターゲット2%とか3%でしょこれ、高橋雄一先生とね、話してください、これ。対マンで。だから、インフレ率が2%、3%ぐらいまでは、これ、財政出動してもいいし、国が、民間からいろんなものをね、買い上げてもいいし、もちろん、国民がいっぱい商売してもいいわけですよ。でも、国民に、 投資したり、商売したりする、その今、景気が冷え込んでるじゃないですか。だから国民はちょっとね、今、値を上げてる状態ですよ。しかも、行動制限をおかしなね、あの、どうでもいいようなことでかけてるわけじゃないですか、この2年間。あれもね、どうしがたいもんですけども、あの、国民は集団催眠にかかるもんなんで、嘘をね、見抜けないわけですよ、ほとんどの方は。だからそこをいいことにね、国債の問題とかね、それから、なんとか株、う化ん、分科会、尾身会長株、 こんなんで人をダマくらかして、あの、変な注射まで打たして、で、2万人以上殺してるわけでしょ。これはね、なんか、闇深いよね。あの、プチエンジェル急に闇深い、これは。今回の竹中さんも使ってたんじゃないですか。うーん、まあ、それはいいですけども。あの、円建ての借金はどれだけ増やしても大丈夫そんなこと誰も言ってないって。そもそも、借金っていう言い方をね、なんでいつもするの国債でしょうが。 国債。国債っていうのは、国債っていう商品でしょ国債っていう商品を売ってるわけでしょその紙切れを多くの人は購入して、現金を払ってるわけですよ。ね。で日銀も国債を買い入れてるわけでしょで、その国債を、まあ民間の人は売ることがあると思いますよ、いつか。でも富裕層は売らないでしょだって金利受け取りっぱなしにしたいから。ね。私が国債を、 1>, 1億円ぐらい10億円ぐらい買って金利生活したいじゃないですかだから絶対に国債はね売るなんてことしないですよそう考えたら国債をどん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 発行すると不労所得で暮らす国民が増えるだけなんですよねまあちょっとその辺もね今回の話は外れるんで言わないできますけどもいやでもね竹中さんこれはねこれはすごく積み作りじゃないですかこんな動画作って また人をかかうとしてるんんじゃなないですか、うん、なんか竹中さんいつもねなんか自分のせいではないって言い張ってるけどいやお前のせいだよほんとにこのね動画シリーズのタイトルじゃないけどお前が悪いお前がほんとんでね竹中さん一人でねこうやって私たちがテント小舞踊らなくちゃいけないのかってことですよね俺は負けねえぞ俺は勝手に金持ちになってるからもこれやろうということでございます是非ね「イ、hey! チャンネル」に呼んでくださいお願いします <laughs> <laughs> チャンネルねあの、チャンネル登録しますはいチャンネル登録しましたえっとチャンネル登録者は5万5400人まあそれほど影響力はないな5万人だったらその辺の YouTuber の方がまだまだ影響力ありますよこれはまあけどね竹中さんってねこう顔がねいい人なんで信じちゃうよこれは国民はうんいい人みたいな顔してるもんなでもね 悪人って悪人と見抜かれるうちはまだチンピラなんですよ。うん。なんかこんにゃくって言われましてね。こんにゃく。悪いやつってのはこんにゃくの裏と表みたいにどっちが表かどっちが裏か分かんないんですよね。竹中さん。あなたのことですよ。麻生財務大臣は悪そうな顔してたんでもうあれでいいんですよ。悪人だから。根、ね、っからの悪人。表も裏も悪人。ね。竹中さんはね、表がねいい人なんですよ。裏が悪人。つまり、 ですよどっちが裏なのか分かんないどっちが表なのか分かんないいやでもね騙されないぞ騙されないし俺は負けないぞ俺は勝手に金持ちになってるからな言ってらっしゃい